ってしまっているとか、これが全部オンラインで完結できて、一切の書類なし、面談なし、オンラインのみで、しかも AI で全部のマッチングをすると。今9万5千人がここに登録して、9万5千人が毎日これをトラックする、続々と今このジョブアンドタレントを使っているということになります。ということで例を挙げると、200社いるとですね、48時間で足りないぐらい時間かかりますし、私は毎日こういうことをやってるんですけども、3ヶ月で60社増えたということは、1ヶ月の踏み切りのカンカンカンとなる胸のその音と自分の胸の鼓動が同期したときにですね、もうその最高潮のこの、なんて言いますかね、やる気と、この夢と、この化学反応を起こす、その興奮、胸の高まりが今の僕の耳の中にも残っています。この興奮、胸の高まりが止まらない限りですね、まだまだ満足してない、もっと向こうに夢がある、まだ踏み切りを渡りきれてない、これからもっと大きな夢を必ず達成してみせる、そういう思い、この思いが本当はソフトバンクにとってですね、一番大切な武器である、一番大切な財産なんではないかと思うんですね。どんだけ株を持ってるとか、どんだけ利益を出したというのは、ただの一時的な現象であります。まだまだこの物語は続くと、まだまだ満足してない、5兆円や6兆円で満足する男ではない、10兆円でも全然満足してないということであります。まだまだ胸の高まりが続くと、これが僕の一番重要な思いだと思います。反省している点もたくさんあります。反省する点が分かっているだけでもまだ成長の余地があるというふうに私は思っています。必ず一時的なものではなくて、単なる博打ではなくて、仕組みでそれをですね、進化させる方向に持っていきます。製造業のように、続々と毎年、上場企業を生み出していく、AI 革命が始まったばかりだと思います。お金の話をお伝えしましたけれども、お金はただの道具です。あくまでも、ソフトバンクにとって、一番大切なのは、創業から一日も変わらない、一瞬も変わらない思い、志、それは、なんかのっけ弁当みたいな感じ。あ、でもタラ美味しいね。自分でやっぱ作ってるから贅沢にいっぱい桜でんぶ作れて、でご飯が甘いのでしょっぱめのね、お味噌汁で違いない。なんでついてくんだよ。就業時間以外は私生活を大事にしたいね。ブータラ社員のくせにデートなんて生意気よ。え？デート？楽してもダメよ。最近ちょくちょく呼び出し電話がかかってきて、そのたびにいそいそ出かけるの知ってるわよ。悪事をしなさい。相手はどんな女なの？そうか、バレてるんじゃしょうがない。じゃあやっぱり、さあその女のところに案内しなさい。もうやりましょうよ。ダメよ、ダメ。ここまで来てそんなこと言ってちゃ。って、でもさあ行きましょう。人は先に来て待ってるはずだ。ここなの？